今日紹介するおもちゃはこちらです。ゴジラのですね、メモリアル万年カレンダーというのを紹介したいと思います。これファイナルウォーズの時に発売されていた映画館のものだと思うんですけど、よいしょ。箱はこんな感じになっていて、まあ、2500円ですかね。うん。になってました。まあ、カレンダーのようにここがですね、いろいろコロコロ変わって、手動でですね、日にちを記載するというものですね。はい、開けるとこんな感じになっております。かなり重たいですね。ずっしり、もう陶器でできてるのかな、うん、で大きさがそんなに大きくはないので、おなじみのエヴァフレームと並べてもこんな感じになりますね。あんまり、よいしょ、リアルな感じではないんですけど、うん、こんな感じで日劇ですかね、東宝、そしてここにゴジラっていうのは書かれてます。もう結構色剥がれちゃってて、うん、裏側はどうなってるかっていうと、はい、こんな感じでですね、うん、文字が書かれてます。後ろのジオラマもしっかり再現されていて、うん、なかなか、うん、ちょっと埃だらけになっちゃってるんですけど、はい、こういうカレンダーになってます。はい、そしてこれが曜日だったり月だったり、日付だったりなんですけど、どうでしょう。もう見るからにもう手書きじゃないか、うん、もう手作り感満載で、よいしょ、例えばここに1月とかで、まあ日曜日とか土曜日とかを、よいしょ、入れてあげて、 日付を、よいしょ、自分でつけてあげると、よいしょ、はい、こんな感じで使用するおもちゃというか、うん、アイテムですかね、になりますね。コロ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 これ変えれるので、どん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 数字を、うん、増やしたり減らしたり、いろいろ楽しむことが、楽しむかまあ毎日ですね、こう変えてもいいと思いますし、月が変わればこういう風に変えたり、曜日が変われば、よっと、はい、こんな感じで遊ぶ、うん、こともできますね。はい、今日はですね、ドドーンとメモリアル万年カレンダーを紹介してみました。なかなか、まあ、あまり見ないんでね、こういうの、うん、ちょっと紹介してみようかなと思ったんですけど、うん、なかなかこう重くてずっしりして、こういう愛らしいキャラクター、うん、の顔も拝めるので、毎日僕はこれをテーブルに置いて眺めておりました。それでは次回の動画でもお会いしましょう。せばねー。